ソルトン湖に入る川の流域図。ソルトン湖はアメリカ合衆国カリフォルニア州のインペリアルバレーにあり、サンアンドレアス断層の上に直接乗っている塩水の内陸地高湖である。南カリフォルニアのインペリアル軍とリバーサイド軍にまたがるコロラド砂漠のソルトン盆地で標高が最も低い場所にある。デスバレーと同様に海面下にあり、その湖水面で マイナス227フィートとデスバレーの最低点より55フィート高い全米2位で西半球2位の最低地点である。ソルトン湖にはニュー川、ホワイトウォーター川及びアラモ川が流れ込み、また農業用水の流出水やクリークの水も流入している。歴史上、この場所は湖ができたり乾燥地帯になったりを繰り返したが、1905年の洪水により、 砂漠にインペリアルバレーの灌漑用水が流入し、現在見るような大きな湖が誕生した。湖水面積は24万千エーカーあり、カリフォルニア州最大である。農業用水や雨の量によって大きさは変化するが、平均的な大きさは横15マイル、縦35マイル、最大深さ52フィートあり、貯水量は750万エエカーフィート、 年間平均流入量は136万エーカーフィートである。湖水の塩分濃度は約4 4ム l であり、太平洋の塩分濃度より高いが、グレートソルト湖よりは低い。塩分濃度は毎年約1%ずつ上昇している。湖の上空は、慶應西と慶應東の軍事演習地域であり、北側の小部分はクラス E と G の作戦空域になっている。 南西部、南部及び東部の上空の大半が飛行制限されている。ソルトン湖国立野生生物保護区は湖の南東4分の1を占めているので有視界飛行方式航空図に表示されている。300万年前、少なくとも更新用の表記を通じてコロラド側がインペリアルバレーの南部に河口デルタを形成した。最終的にこのデルタが カリフォルニア湾の西岸に到達し、そこに土砂を積み上げて、大規模なダムの役割を果たし、ソルトン港、カリフォルニア湾北岸から分離した。その結果、ソルトン盆地は一定ではない川の流量と、流入量と蒸発量のバランスに依存して、淡水湖になったり乾燥した、砂漠盆地になったりの状態を繰り返してきた。湖は、川と交尾で、水が満たされた時のみに存在し、 湖と砂漠のサイクルは数十万年の間におびただしく繰り返された。1905年の洪水の際に湖の状態になって現在に至っている。周期的に複数の湖が存在したという証拠もある。現在の湖の東側と西側の丘陵部には様々な高さで波打ち材となっていた印が残されている。数百年前は 盆地全体が完結的に水で満たされていた。更新を末期にこの盆地を占めていたのはカウィーア湖であり、古地図ではルコント湖やブレイク湖とも記されている。ブレイクという名前はアメリカ合衆国の地質学者ウィリアム・フィップス・ブレイクにちなむものである。内陸のソルトン盆地は、 南カリフォルニアの広大な地域をカバーする巨大な内陸湖だったので岩塩の採溝が行われていた。カリフォルニア州の歴史でスペイン統治時代を通じてリオコロラドにちなみこの地域はコロラド砂漠と呼ばれていた。1853年から1855年に行われた鉄道建設のための測量では古代湖の谷間と呼ばれていた。 アメリカ合衆国議会図書館にある古地図ではカウィーアバレー及びカバゾンバレーという表記が見られる。1867年の地図にはソルトクリークが初めて現れ、1900年の鉄道地図にはソルトン駅があった。この場所には1870年代後半以来列車が止まっていた。インペリアル主水口下流のコロラド川どこ現在の ソルトンコは1905年に出現し始めた。これは、インペリアルバレーでの運河建設や、灌漑のうち開発に伴うものと言える。この年、豪雨と雪解け水により、コロラド川が膨れ上がり、アラモ運河の取水門を越えた。溢れた水は運河を降り、インペリアルバレーに溝をうがち、西のニュー川と東のアラモ川という二つの水路を作り出した。 どちらも全長は60マイルあった。それから約2年間にわたって2つの川が散発的にコロラド川の水を運びソルトンボンチを満たして湖とした。サザンパシフィック鉄道は運河の取水口に土盛りをして溢れ出しを止めようとしたが、その工事が迅速なものではなかったので、川水がインペリアルバレーの乾燥した砂漠さをさらに深く浸食し、この時は コロラド側に吸収されていたアラモ運河の経路に沿った上流で急速に大きな滝が形成された。この滝は当初15フィートの高さだったが、裂け目からの流出が止められるまでに80フィートにまで成長した。当初はこの滝がコロラド側の本流をなくしてしまう恐れがあり、その高さが300フィートに達すると事実上問題に対処できない可能性があった。 盆地が水で満たされ、ソルトンの町、サザンパシフィック鉄道の側線を及びトレス・マルティネスのインディアンの土地が水に浸かった。急な水の流入と盆地から排水する方法がなかったために、ソルトン湖が形成されることになった。コロラド側からインペリアルバレーに対しては、完結的な一水が続いたため、コロラド側の洪水制御のためにダムを建設する考えが生まれた。 最終的には1922年に連邦政府が測量隊に出資し、コロラド側のダム建設を目される場所を爆破し、ブラックキャニオンでフーバーダムを建設することになった。フーバーダムの建設は1929年に始まり、1935年に完工した。このダムで実質的にインペリアルバレーの洪水を止めることができた。ガスを吹き上げる。 泥火山九百二十年代、ソルトン湖は水辺のレクリエーション施設が誕生し、水鳥も立ち寄るようになってきたので観光地として開発された。ソルトン湖は半ば人工的に誕生した湖だが、現在でも渡り鳥や商金類の生息地であり続けている。九百五十年代には、その西岸にソルトンシティ、ソルトンシービーチ、およびデザートショアーズ、東岸には、 デザートビーチ、ノースショア及びボンベイビーチの町が建設され、リゾート地として成功を収めた。湖の南東にマイルにはないランドの町も作られた。地熱活動も視認できている。東岸には坊主地獄や泥火山もある。ソルトン湖は鳥類多様性の宝冠と言われている。400種以上の鳥類がソルトン湖で観察されている。 アメリカシロペリカンの個体数では残存数の30%が生息している。太平洋、フライウェイでは主要な休息地でもある。2006年11月18日には北極圏の鳥であるヒメクビワカモメが目視され、撮影された。西岸のソルトンシティで見られたシギ魚、ニュー川とアラモ川のリューロニュー川は、バハカリフォルニア州メヒカリからインペリアルバレーに入り、 ソルトン湖に至るソルトン湖から出ていく水路がないということはこの湖の変化が加速される水系であることを意味している。農業用水の流出水が湖の水位を変動させ、比較的高い塩分濃度の水が流れ込んで、湖の塩分は増加している。1960年代までに湖の塩分濃度が上昇したことは明らかであり、湖で生息する種のいくつかを危険にさらした。 現在の塩分濃度は4.0%を超えており、多くの魚類が生息できなくなっている。塩分濃度が4.24%を超えると、生息できるのはティラピアだけだと考えられている。この塩分濃度の上昇に、肥料の流出が組み合わされ、青子が増大し、バクテリアの水準も上がった。海面運河について、過去の動きと提案。 ソルトンコースクーための案が1955年以来評価されてきた。初期の概念にはパイプインパイプアウトという案があり、カリフォルニア湾や太平洋から塩分濃度の低い海水を運び入れ、湖の塩分濃度の高い水を外に排出することだった。塩だとして機能する蒸発地や淡水湖と塩水湖に分離する大型ダムの建設という案もあった。 他にもカリフォルニア湾から海面の高さの運河を引くという案もあった。ソルトン湖は海抜マイナス200フィートにあり、海面運河であれば大量の塩分濃度の低い海水を導くことができ、費用の高いポンプやパイプラインの必要性がなくなるものだった。この運河を大きなものにすれば、レクリエーション用途や大型の外洋船の航行も可能だった。 海面運河には二つの目的があった。南カリフォルニアに内陸港を作ること、及びメキシコとアメリカ合衆国の大衆と野生生物にとってレクリエーションと環境に優しい資産を作ることだった。海面運河では湖の水面を予測可能な方法で制御する道筋も与えそうだった。しかし塩分を外に出す方法がなければ、 塩分濃度は永久に上がり続けるのも事実だった。1990年代にアメリカ合衆国会議員のコソニー・ボノによって湖への関心が高められた。その未亡人、メアリー・ボノ・マックがボノの死去によって生じた空席を引き継ぎ、レッドランス選出の会議員、ジェリー・ルイスと共にソルトン湖に対する関心を喚起し続けている。1998年、 ソニーボのソルトンコ修復プロジェクトが始められた。1990年代後半、地元の共同機関であるソルトンコオーソリティとアメリカ合衆国土地改良局がソルトンコを救うための案の評価と作成を始めた。寄贈された環境影響報告書と環境影響表明書は大案の中の優先案を示さないままに2000年に公衆の閲覧に供された。その時、 以来、ソルトンコーオーソリティが優先案を作成してきており、それには湖の北部と南部及び西端に沿って淡水湖を生むための水を叩える大型のダムを建設することが記されている。この計画は生態系の需要に応えられなかったことや、その計画を無効にする可能性のある断層があるという土木工学的な懸念のために批判にさらされている。 ソルトン・コー・ーソリティが発表した優先案に対する批判には次のようなものがある。他にも多くの案が提案されてきた。塩水を外に出す手段として、メキシコのラグナサラダの湿地にパイプラインを引く方法や、アクアジェネシス社がカリフォルニア湾から海水を引き、地熱を利用して塩分を抜き、計画実現のためにその水を販売することなどである。この計画では、 全長20マイルのパイプラインとトンネルを建設し、海岸部の水需要が増加しているので、南部海岸の都市に毎年100万エーカーフィートの水を供給することになっている。修復過程の現状、ソルトンコガンボンベイービーチにある塩分で覆われ、廃棄された建物カリフォルニア州議会は2003年と2004年の立法により、修士延長間に ソルトンコ生態系の修復計画と、それに伴う環境影響報告書を準備するよう指示した。この動きの一部として、資源長官は、大安全定過程のあらゆる段階を通じての相談を含め、生態系修復計画の準備を支援する諮問委員会を設立した。カリフォルニア州水資源庁と同魚類生物管理庁は、 ソルトンコ生態系修復とその生態系に依存する野生生物の保護のための最適案を作る動きを指導している。2008年1月24日、カリフォルニア州議会分析課事務所がソルトンコ修復と題する報告書を公開した。この計画に示された優先案は25年間で総額90億ドルを使い、現状より小さいが管理しやすい、 ソルトンコとすることを提案している。人間と生物が使うことのできる水は、現状の365平方マイルとなる。大石、砂利及び石中が大半で建設される全長52マイルの、包みが、モリ土手沿いに作られ、西岸のサンフェリペクリークから、東岸のボンベイビーチまで北岸に沿った、馬底形の中に水を囲い込む。湖の中央部は、ほぼ完全に蒸発させて、 塩田として機能させ、湖の南部は塩水性生物の生息域になる。これが承認されれば2011年にも開始され、2035年までに観光するものとされている。ソルトン湖西岸のマリーナ近く放棄されたボートが置かれているジョン・ウォーターズがナレーションを収めたドキュメンタリー映画プレイグスプレジャーズ・オン・ザ・ソウルトンシーは環境問題と 風変わりな地域住民と共に、ソルトンコの100年間を紹介している。ランソムリックスが撮影し、ナレーションを入れた6分間の短編映画ザ・アクシデンタルシーは、地域の歴史を簡潔に論じ、放棄以来の荒廃した様子を物語っている。公共放送サービスのテレビ番組ジャーニー2プラネットアースのエピソード、フューチャー・コンディショナルでは、この湖の球場を紹介し、 もし何もしなければ、アラル海の二の舞になると述べている。テレビ番組ライフアフターピープルのエピソードホリデー、ヘルでは、パームスプリングスのようなリゾート地でもそこに人間が、おらず保守していなければ朽ちてしまう例として、ソルトン湖を用いている。2009年3月24日、ロサンゼルスタイムズは、ソルトン湖で起こった一連の地震について報道した。この記事では著名な地球物理学者や、 地震学者のことも紹介し、これら小さな地震がサンアンドレアス断層における大規模地震を引き起こすことになると論じている。ありがとうございます。